はい、皆さんこんにちは。アマヒロチャンネルのアマヒロです。皆さんにはね、 YouTube とか Twitter の方でお世話になっている方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、その皆さんに対して僕自身何もね、今までお返ししてくることはできませんでした。でもう2年半ぐらいかな、僕のチャンネル開設してもうそれぐらい経つんですけど、ちょっと今回ね、アマヒロチャンネルでは初めてのプレゼント企画の方をさせていただきたいと思います。プレゼントの内容はですね、僕のチャンネルの名刺になります。実は名刺最近ね、完成しまして、もうすごく僕もね、完成待ち遠しく待ってたんですけれども、無事完成しまして、それを希望される方にね、プレゼントしたいなと思ってます。ただしちょっと条件がありますんで、このまま動画見ていただけたらなと思います。希望される方に関してはね、名刺の裏に僕のサインよかったら書かせていただくんで、まあ、希望を入れていただけたらと思います。あとそれが名刺の裏にね、サインっていうか、何かこういうメッセージ書いてくださいっていうのがあれば、簡単なメッセージであればね、書けるんじゃないかなと思います。どっちかというとね、こんな風に書いてくださいっていう、もう指定っていうかな、それを僕の直筆でね、よかったら書かせていただきますんで、もし希望あればそういったことを書いていただけたらと思います。で、今からね、ちょっと応募方法についてご説明させていただきたいと思います。はい、僕の方で、YouTube のね、チャンネルの概要欄に Twitter のリンクをいつも貼り付けてるんですけれども、この Twitter のアカウントを持たれてる方、この Twitter のアカウントを持ってる方が対象になります。なので現時点で持ってる方に関してはそんなに大変じゃないかなと思うんですけど、持ってない方に関してはもし希望されるのであれば、改めてこの Twitter のアカウントを開設していただく必要があります。で、それとこのプレゼント企画に関してのツイートを僕の方でやりますんで、そのツイートに対していいねとリツイート、これも必ずお願いしたいなと思ってます。ただ名刺希望されない方に関してもいいねとかリツイートしてくださるとすごく嬉しいです。でそれプラスアルファ、僕の DM の方、ツイッターの DM の方にプレゼント企画応募したいですとかね、希望しますとか、ちょっと分かりやすくね、ちょっと入れていただけるとありがたいです。で、あと、本人様のフルネーム、お名前のフルネームと住まれているところの郵便番号とご住所も必要になってきます。で、もし例えば家族、ご家族とかでね、応募される方に関しては、そのどちらかのね、フルネームを入れていただけたら、住まれているところ一緒だと思うんでね、そしたらそれでいけるかなと思いますんで、その場合は2枚分送らせていただきます。もし3名の方が家族、ご家族で見ていただいてたら、そのうちの1人書いていただいたら3名分送らせていただくことも可能です。あと、ちょっとね、一致な、どの人が どれっていうのが分かるように、YouTube のアカウント名、皆さんいつも配信でね、コメントを入れてくださるときに名前出てると思うんですけど、その名前もね、必ず入れてください。アカウント名、 YouTube のアカウント名、僕は分かるようにね、入れていただけたらと思います。で、さっき言ったように DM の方に送っていただけたらなと、希望しますとかね、入れていただけたらと思います。で、お預かりさせていただいた個人情報に関しましては、必ず大切に漏らすことがないようにこっちの方で徹底させていただきたいと思いますので、ご安心ください。それと応募期間に関しては、6月の20日の月曜日から、6月、26日、6月26日の間はね、丸々、応募期間とさせていただいて、約1週間近くですかね、応募期間とさせていただきます。でまたその後、発送の準備っていう形になるんで、7月入ってからになるかなと思います。なのでちょっとだけね、しばらくお時間いただきたいなと思います。ですが、みんなにね、希望していただく皆さんにね、もちろん条件はクリアしていただかないといけないんですけど、みんなにプレゼントできたらなと思ってるんで、ぜひね、今回初めてのプレゼント企画になるんで、希望される方はご応募していただけたらと思います。で、こんな感じで簡単な動画の説明になるんですけれども、もしご不明な点がありましたら、この YouTube の今回の動画のコメント欄にコメントをいただいたりとか、Twitter の方の僕のツイートにリプで質問していただけたらと思います。ちょっと初めてのことになるんで、僕の方もちょっとね、スムーズにいくかどうかわからないんですけれども、皆さんに喜んでいただけたらなと思ってるんで、
ぜひね、応募していただけたらと思います。では簡単になるんですけれども、今回の動画これにて終わりたいと思います。これからも、配信ぜひ、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思ってるんで、これからもよろしくお願いします。以上、天弘チャンネルの天弘でした。ありがとうございました。